はい、カットレトロゲームチャンネルです。今日はザ・タクシー2をやっていきたいと思います。で、シナリオ脚もありますね。シナリオもありますんで、まあそれもやっていけたらと思います。12時から1時か。じゃあちょっとお客さん呼んで。どうぞ。どうぞ。竹だから。寺筑豊寺って読むのか竹宝寺って読むか分かんないですけど、まずはあ間違えた、ここですね。はいどうぞ。はいありがとうございました。たったの距離で1920円稼げるったら結構荒稼ぎなタクシー会社だ。誰かいませんか、ね、入った。はいどうぞ。コンビニエンス21。あ、あった。はいどうぞ。はい、では次はお寺さっきのとこ。お寺はこっちですね。あれ前回挟まって出られなくなったからな。そういうこともあんだ、ね、はいありがとうございました。はい申し訳ない。次はどこ行きましょう。さっきいたけどいるかな。歩行者どうぞ。病院か。あ、じゃあ病院でいいか。はいどうぞ。で、ペットショップはウミネコだね。あ、団子だ、間違えた。あ、間違えちゃったよ。団子からはいけないんだよな、確か。申し訳ない、間違えました。団子とウミネコ間違えちゃった。こっち行った方がいいの。まあいいか。あんまターボ使った意味なかった。ウミネコはね、確か打ってもいいんだよね。ペットショップはね、確かね、ペットショップって確か違った気がすんね。どうぞ。なかなか遠距離のお客さんだね。牛丼屋はねまた戻るのかな。牛丼屋は西口か。
れ？どっけてくんないか。間違えた。行かなきゃいけなかったんだな。確かね、こっちだ。はい、ありがとうございました。で、次誰かいないか。違った。なんだ、歩行者ばっかだ。いました、いました、おじいちゃんが。あれ、グレーのパンを探しなさい。なんでこんなくるくる回っちゃうの。あ、いたいた、どうぞ。はい、ありがとうございました。どうぞ。竹の子信用金庫。どうぞ。なんか中華料理屋みたいな店だけど。あ、終わり？なんだ、もう一人お客さん乗せるか。デパート、デパートへどうぞ。どうぞ。飲食角丸ペットショップ。間違えた。よく間違えんでな、ここ。どこだっけ、こっちか。はい、どうぞ。次はペットショップの後、団子。ペットショップの後、団子。あれ、シナリオ完成できるかな。シナリオ客12時から13時って書いてる。客拾わない方が良かったかな。あれ、思いっきりぶつかってんだ。で、団子か。団子山。まあ結構多いね。間に合うかな。雨だったらまあ来週でもいいけど。まさかこんなに行くとは思わなかった。金は入るけど、グランドホテルって言ったよ。そうぞ。で、団子か。
丹後山のお土産。まあ踏切は立っておけばよかったかな。丹後山、間に合わないか。ちょっと間に合わない、失敗したな。こんなに長い距離走るとは。じゃあ来週でいいか。はい、ありがとうございました。おお、結構金になる。そりゃ金になるよ。そりゃあんだけ走ってんの。誰かいませんか。病院にいたりしていないか。あ、いた。あれ、あー、もったいね。まあこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。シナリオはダメでしたけど、すいません。